マクデブルク大聖堂広場の、オットー大帝の道にあるアーデルハイトを記念した、四季一子ブルグントのアーデルハイトは、イタリア王妃、東フランク王妃、そして最初の神聖ローマ帝国皇后。カトリック教会の聖人。オットー一世大帝の二番目の日で、皇帝オットー二世の母親、皇帝オットー三世の祖母である。ブルグント王で、イタリア大立王でもあった。 ルドルフ二世と、その妻で、シュバーベンコー・ブルヒャルト二世の娘であるベルタの間の、娘として生まれた。947年12月12日、15歳で、父のイタリア王位をめぐるライバルだった、ボゾン家の子息ロターリオ二世に嫁いだ。この縁組は、ルドルフ二世とロターリオの父である、プロヴァンス王、遊具の間の講話の一環だった。ロターリオは年にし、 イタリア王位を襲ったのは、イブレーア偏教伯ベレンガー・リオだった。成人歴によれば、ロッター・リオは、ベレンガー・リオに毒殺されたとされる。ベレンガー・リオは、自らの権力固めのために、自分の息子アダルベルト2世を、イタリア王位の相続権を持つ前王妃アーデル・ハイトと、結婚させようとした。アーデル・ハイトがこれを拒むと、ベレンガー・リオは彼女を、コモの城に4ヶ月間遊兵した。 王妃は、遊兵先を逃れて、カノスサ博、アダルベルト圧倒のカノスサ城に保護されたが、この城も間もなくベレンガーリオの軍隊に包囲された。窮地に陥ったアーデルハイトは、東フランク王夫一世に使者を送り、救援を求めた。夫一世は951年に、イタリア遠征を行って、ベレンガーリオ不死を追い出し、救出されたアーデルハイトは、パビアで、 夫と結婚した。953年、夫と、千歳エドギタの間の一人息子、リュードルフが父に対する反乱を起こして失脚すると、その没収された所領はすべて、アーデルハイトの所領とされた。962年2月2日に、夫が、教皇ヨハネス12世によって、ローマ皇帝の定官を授けられた際、極めて異例のことながら、 アーデルハイトも夫の戴冠式において皇后として戴冠した。966年、アーデルハイトは夫大帝の三度目のイタリア遠征にも同行した。973年に夫と死別すると、アーデルハイト初生の夫を二世が後を継ぎ、彼女はしばらく皇帝の母妃として、宮廷で大きな影響力を誇った。しかし、ギリシャ出身の皇后、 テオファヌがシュート目をうんじたため、978年にアーデルハイトは息子の宮廷を去った。アーデルハイトはイタリアに住んだり、兄のブルグント王コンラート3世の宮廷で暮らした。アーデルハイトはニー・ブルグント王を通じて、息子夫2世と和解し、夫2世は983年に母をイタリア副王に任命した。しかし、夫2世は同年に死去し、 幼い夫三世が東フランク王位についた。夫三世の母、テオファヌが、摂政の地位を占め、祖母、アーデルハイトや、その他の親族は国政への口出しを制限された。991年に、テオファヌ皇后が死亡すると、アーデルハイトは高齢ながら、孫夫三世の摂政に就任し、マインツ大司教、ビリギスの補佐を受けて、国政を担った。 995年に、オットー三世が申請を開始した後、アーデルハイトは、教会や修道院の建設、修復をはじめとする事前活動に本格的に取り組んだ。アーデルハイトは、クルニー修道院の改革運動とも密接な関わりを保ち続けたほか、スラブ人の改修にも関心を持っていた。999年12月16日、 国内の反乱に苦しむ、老いのブルグンとオールドルフ3世の救援に赴く、途中で、自らが混流した、アルザスのセルツ修道院で死去した。アーデル・ハイトは1097年、教皇ウルバヌス二世によって劣勢された。祝日は死去した12月16日である。作曲家ジョアギーのロッシーには、1817年に、アーデル・ハイトを主人公にしたオペラ、 ボルゴーニアのアデライーデを発表した。最初の夫ロタアリオ2世との間に娘を一人、儲けた。二番目の夫、夫を1世との間には三男一、女の4人の子女を儲けた。ありがとうございます。